この高校生は鳥海くん。山形県鳥海山のそばの小さな山から自分の高校まで約10キロ。自転車で庄内平野を海に向かい走る毎日。工業高校に入って雑誌カースタリングに出会い、紙面にある車のイメージスケッチやクレイモデルを見て、こんなことがやりたいと思いました。記事に載ってる人の経歴を見ると、武蔵野美術大学と書いてあったので、受験、そして失敗、浪人、1次が学科で2次が実技試験のむさびで学科で終わってしまった経験から、次の年は学科と実技をまとめてやる玉美を受けましたが、周りの実技試験のデッサンを見て、なるほど、これは山歩きして受かるはずないと、また浪人決定。次の年ちゃんとデザイン科がある予備校に通い、無事合格。予備校では上手い人のそばに行き、一本の線の描き方から真似ていったそうです。まあいろいろありましたが、玉美生になった鳥海くん、第一志望のプロダクトデザイン学科はダメで、第二志望のグラフィックデザイン学科に入りました。グラフィック科3年生の時、数々の番組タイトルデザインを手掛けてきた篠原栄太教授の授業で毎日新聞社に見学に行った時、新聞社のデザイナーが2インチで書かれた原字を書いていて、教授から「これが活字の元だ」と言われて、活字って日本で見るこんな小さな文字？と驚きました。一旦大きく書いたその文字が、ベントンボカタ彫刻機という機械でなぞることで活字の元となる母形が彫られ、やがて小さな文字になって普段の新聞に使われる。活字って人が作っているのかと感動した鳥海くん。見学の最後に、当時毎日新聞社の書体開発部門を率いていた小塚雅彦さんから、日本人にとって文字は水であり米であると言われ、それが山生まれの鳥海くんは田舎の綺麗な水、庄内平野の米、どれも自分にとって大切なもの、大事なもの、その原風景が文字と重なり、こういう仕事をやりたいと書体デザイナーの道を決意しました。卒業したら文字だけをやりたいと思っていた鳥海くんは車検のデザイン部に入社します。新入社員研修では自分の名前をね、石井明朝の書体見本を見ながら書くというもの、下書きを書きながら主任にチェックを受けるというものでした。その主任の一人が後に一緒に自由工房を立ち上げる鈴木勉さんでした。1週間も下書きだけで悪戦苦闘の鳥海くん、隣の席にいた現在フォントワークスの藤田重信さんに相談したら、ささっと直され、こりゃ太刀打ちできないと、デザイン部で数少ない大卒ということで思い上がっていた鳥海くんはその時プライドを捨てました。現在のデザイン部には30人ほど在籍。後の有名書体を手掛ける人たちがいる、その中でも文字が一番うまいと言われていたのは橋本和夫さん、石井総明朝、本蘭明朝体、岩田明朝体オールドなど、皆さんどこかで見たであろう文字を作った人です。鳥海くんはこの橋本さんと同じバス通勤で、よくバス停から会社まで一緒に歩く仲でした。ある時、鳥海くんは橋本さんに、書道はした方がいいですか？と質問します。橋本さんは、いや、いいんじゃない、しなくて。だけど橋本さんに文字のことを質問するたびに、筆ではこう書く、筆で書くとこう、と筆で書くという言葉が枕言葉のように必ず出てきた。やらなくていいと言われたけど、書道をやることにした鳥海くんは会社の書道部に入ります。そこにいた書道の先生はあの橋本さんでした。橋本さんは京都出身で書道の大家に教わっていたので、
書道は日展にも入選するぐらいうまく、レタリングと書道どっちか絞った方がいいという段階まで来て、レタリングを選んだ人だから、書道もレタリングも両方わかる先生だったのです。以前橋本さんから、文字は年齢に沿ったものしか書けない、どんなに字が上手な小学生でも40歳の文字は書けないし、どんなに下手な人でも40歳は40歳の字を書く、完成度というものは少しずつ上がっていくものだと思うんです。若い人たちに技術は継承はできるけど、積み重ねていくものは教えられない、挫折したり楽しいことなどいい経験を積んで死ぬ前に一番いいものが作れる、文字はそういう風にしかできない、だから面白いと語られたことがあったそうです。そういう会話などから文字の面白さ奥深さを学んだ鳥海くんは、それが俺の中ではすごく大きかったと語っています。入社10年目、大きな組織変更をきっかけに、当時飲み仲間になっていた主任デザイナーの鈴木勤さんと一緒に会社をやろうと持ちかけますが、お前と二人じゃダメだと言われ、鳥海くんの同期だった片田圭一郎さんと3人で自由工房を設立します。キャノンのプリンター書体を得て、大日本スクリーン製造によるあの平木のシリーズを始めます。当時一番進んでいると思っていた本来明朝体を超えるのを目標にし、約2年間の開発を得て9600字の原字を手書きにして完成。本来明朝は橋本さんが作ってた書体ですね。数年後、平木野は MacOS に標準搭載、そこから現状約2万字へ拡張、1年半で明朝2つ、ゴシック3つ、丸ゴシック1つの全6書体、新たに5万字ほど作りました。進めていた仕事はそれだけでなく、有書体ライブラリーという自分たちの書体も作っていました。平木野は大日本スクリーン製造だったので、自分たちの書体というのが夢でもありました。これは平野光雅さんから、平木野で藤原周平は組めるのかと聞かれ、長部用に設計していなかった平木野だから無理ですと、藤原周平が組めるような書体は作らないのか、みんな困ってるんだよ、普通に組めて読める書体がないんだよと言われ、作ることになった書体です。鈴木さんが漢字、鳥海くんはかなと分担を決めました。しかし、とある不幸が訪れます。1年後、鈴木さんが病に倒れ入院します。この時期は鳥海くんにとってとてもとても辛い時期でした。有書体の開発、平木野の地種拡張、他にも仕事がある上、鈴木さんが倒れ、妻も闘病中でした。鈴木さんが病気になる何年か前に、妻の白血病が分かってね、鈴木さんが慰めに来てくれたんです。飲み屋で涙を流しながら、俺には何もできないんだよ夜中まで歌ってくれた。結局妻は亡くなったんだけど、それより先に鈴木さんが亡くなったんだ。49歳というあまりにも早い死でした。その頃の記憶は曖昧だそうです。しかし途中になっていた有書体の漢字は引き継ぎ、有書体明朝 R が2002年に完成。その後、この有書体は Windows 標準搭載になりました。Web 業界ではこの書体が使えるということは衝撃を与えました。ネットを見る人は大半が Windows です。この有ゴシック、有明朝は Windows の中ではメイリオという書体が一番まともと言われていた中、この有ゴシック、有明朝が標準搭載になったことで、とても綺麗な書体を使えるということで、コーディングの際、有書体で優先的に見てもらうようなコーディングにする人が増えました。今まで
Mac の人しか綺麗な書体で見れなかったウェブサイトも、これによって Windows ユーザーも綺麗な書体で見れるようになったのです。なぜ Windows は U 書体を選んだのか、なぜ鳥の海さんの書体を選んだのか、今まで見てくれた人ならわかりますね。2007年から大学で教鞭をとっている鳥の海さんは、学生たちにいつもこんな話をします。新聞や雑誌に使われている文字は水や空気のように意識されず、そこにあるものだけど、あんな小さな文字の中にも物語がある。はい、いかがだったでしょうか。鳥の海さんね、書体業界だとトップランナーですね。うん、でこの YouTube 見てる人でも馴染み深いかなと思います。 Mac の人はひらぎので多分このタイトル部分、書体部分はひらぎので組まれていますね。で Windows パソコンで見てる人は多分 U5 かな、それかメイリオ、どっちかだと思いますね。ひらぎのと U5、 U 民調が同じ人が作ってるってことはあんまり知られてないけど、実は同じ人ですね。で最初に Mac がね、ひらぎのいいじゃんいいじゃん、すげえいい、かっこいい書体じゃんっつって初めて入れて、その何年か後、もうほんと最近だ、確か2015か16年に U5 U 民調が使えるっていうことで、もう衝撃受けたんだけど、そのウェブの人たちはね。で今までね、そのどんなにかっこいいあのデザインを組んでもウェブあったと、その Mac だと綺麗な書体で見れるんだけど、Windows だとね、どうしてもちょっと型崩れしちゃったような、そのね、ちょっとだらしない書体になっちゃってて、せっかく綺麗に組んでも、その書体部分で、ね、あの格好悪かったら全部台無しになっちゃうから、そういった意味だと、そういった意味でね、その、あ、綺麗に見せられるんだ、やった、嬉しいっていう部分で衝撃だったっていうところがあります。まあ、正直ちょっと細かいことを言うと、 Windows でその U5 を組んだ時にちょっとかすれる問題があって、その対処にちょっとね、一手間加えないといけないっていう部分が実はあって、まあ、完璧じゃないんだよね、 U5 も。それは Windows のせい、うん、Windows のせいだと思うんだけど、 Windows がそこまで細かいことを意識して入れてないっていう部分で、少しね、若干その線幅を太くすれば、そのかすれもあの収まるんだけど、それはね、その Windows がやることなのか、この鳥の海さんたちがやる仕事なのかちょっとわからないんだけど、そういう問題が未だにあるので、まあ U5 の綺麗な書体ってみんな知ってるんだけど、使わない人もいるのはそういうところですね。せっかく組んだデザインがちょっと文字かすれてたら嫌だからね。それならまだまだマシなメイリオを使った方が、メイリオ人気もまだまだね、 Windows の人はあるから、メイリオで先に指定して、メイリオがダメだったら U5 みたいな組の人もいますね、うん、はい、そんな感じで、あの書体デザイナーシリーズは何人かやっていこうと思うので、ぜひご覧ください。他のね、講義もご用意してますので、デザイン興味ある人で、デザイン学びたい人はぜひご覧ください。そのね、テクニックとかじゃなくて、どうしてもその知識的な方面に僕のチャンネルはなってますが、こういうチャンネルなかなかないと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたよろしくお願いします。バイバイ。